神田川に位置する三波石橋と支流の三波川冬の三波石橋三波石橋は神田川上流に位置し群馬県と埼玉県にまたがる継承地である国の史跡名称天然記念物に指定されている水系としては一級河川利根川に属する利根川の支流からス川その支流の神田川の上流部にあたるこの峡谷には昭和43年に下久保ダムが 建設されており、今の三波石橋は、ダムからおよそ下流のおよそ1.5ないし2 0キロメートルほどの区間を指す。行政上は、神奈川のこの区間は、埼玉県と群馬県の県境になっている。右岸の埼玉県側は、小玉郡上川町、左岸の群馬県側は、藤岡市の管轄である。一帯は、関東山地の中ほどの東部に相当し、 雨降山など1000メートル級の山地から丘陵地へ遷移してゆく途中にあたる。この辺りを田野山地とも言う。南石橋の両岸直上には上山などの標高700メートルほどの頂から峡谷までの急峻な斜面である。神奈川の川幅は50メートルから25メートルほどに狭まっていて、両岸は落差10メートルほどの断崖になっている。 峡谷の下流側の出口からは平野部が広がっている。特に左岸の崖上には特徴的な地滑り地形がいくつも並んでいて、そこにできた平坦地に下久保、柏が、舞、今里といった集落地が形成されている。譲原地滑り資料館もここに設けられている。南石橋とその北を流れる南側は南側編成体と呼ばれる。 日本最大の広域編成帯の模式地となっている。この編成岩体で見られる、編成岩を三並川編成岩といい、日本列島の代表的な編成岩の一つである。南側編成帯は、中央構造線に沿うように、南北の幅およそ 5km から 30km、東西の長さおよそ 800km の長さで、帯状に連なっており、南石橋や南側、 長瀞渓谷などの関東山地から長野県南部、紀伊半島、四国を経て九州にまで至る。この名称は明治21年に東京帝国大学の地質学者小藤文次郎が南側を調査し一帯で発見した結晶変顔を三波川結晶変顔と命名したことに始まる。小藤文次郎の紹介により南医師は世界的に知られるようになった。 一般に海底で形成された玄武岩や火山灰などからなる岩石が地殻変動で地下深くに潜り長い年月をかけて変成岩となるときにその変成作用によって岩石内に変成鉱物が生じるこの時緑泥石や緑、すだ石が生じることで岩石は緑色を帯びる白色の縞模様の元になっている石英は主に砂岩に由来する一帯は 元々は、古生代ペルム期から中生代ジュラ期にかけて、海底火山によってできた玄武岩質の溶岩、火山岩や火山灰を主体とする堆積層だったと推定されている。これが、今からおよそ6500万年前、中生代白亜紀の末頃から、大規模な地殻変動によって、地中深くに沈み込んだ。そこで低温、高圧の変成作用を受けて変成岩となり、これにより、 緑泥石や緑、すだれ石に富む緑色をした岩石となった。日本列島では、この編成岩体が 800km ほどの長さに連なっていて、までもたがっている。これが特に、南川周辺で観察されることから、これを、南川編成作用による南川編成体と呼ぶ。南石橋の岩石は特に緑線石に富み、これが特徴的な青緑色の元になっている。 南という地名の由来にはいくつかの説がある。江戸時代の資料では3倍し、3倍しといった表記も見られる。峡谷には県道331号線の東線橋がかかっている。この橋に最も近いところにある3つの大岩が波の姿を思わせる波形に並んでいる、もしくは波模様を持っていることに由来するという説。岩の色が緑色。 黄色、白色の三色であることに由来するという説。石英の岩脈が波模様を描いていることに由来するという説などがある。クリップ石英の細い岩脈が緑色の岩肌に生える。南石橋で顕著に見られる。南石は美しい青緑色から緑色、黄緑色を取る岩石に白色の石英の細脈が走っていて、これが峡谷の強い水流によって磨かれて、 岩肌に文様となって現れている。その美しさによって古くから名石として知られてきた。古いものでは、寛永年間の資料に南石の採取に関する言及があり、少なくとも江戸時代初期には庭石用の名石として知れ渡っていたものと推定されている。南石はその美しい緑色が色あせせず、庭石に向いていることも特徴である。安永三年の 上野国史でも、この川石稲荷として、南石が紹介されている。その一方で、砂少なりとも取ることならず、山荒れるといい、伝府との記述もあり、採石が禁じられていたとも推測される。峡谷は、昭和32年7月3日に、国の名称、天然記念物に指定され、指定区域内での石の採取は禁止された。しかし南石は、日本庭園に、 不可欠な庭石として人気が高く、旧鬼市町など周辺地には採石業者や庭石業者、販売業者、増援業者などが集まり、その数は550個に及んだ。昭和43年に下久保ダムの完成した後は、この付近での採石量は減ったものの、全国から緑石を集めるようになり、付近は東日本では最大の庭石の集産地となっている。一帯は、 断崖絶壁が連続し、その間に結晶変岩の祈願、巨岩が露出する。青から緑色の岩肌と白色の模様、それに新緑や紅葉の木々が水面に映る渓谷美は江戸時代の資料にもよく知られたものとして登場する。明治5年に大上官の命で編纂された上野国軍村氏では群中の一機関と評されている。江戸時代中期の資料には、 観光客が訪れていたことも記録されている。地元の村々は観光客の案内や宿の提供によって得られる、収入に助けられていて、その利権をめぐって村同士の総論もたびたび起きている。江戸時代には南石四十八国といって四十八の名跡の一つ一つに固有の名前が付けられていた。この石の名前などは時代や資料によって異なっており、官報二年には 洪水が起きて名石が、浦島が、釣り船、ダルマイ市など25しか確認できなくなっていることが記録されている。その後、天保3年の資料には新たに48の名石の名前が列記されている。現代では、峡国に係る県道33号当選橋付近の一番国から下久保ダム排水口近くにある阿弥台島までを48国として一つ一つに 名前が付けられている。下久保ダムとこ所が昭和43年に、下久保ダムが完成すると、警告の様子は激変した。飲料水の確保や灌漑用水の確保のほか、発電も行う下久保ダムでは、川をせき止めて貯めた水で発電した後、放流水を地下トンネルに排水する。このトンネルは、南石橋の下流側で神楽川に注ぐため、 南石橋には全く水が流れないようになってしまった。これはダムの下流の神奈川に様々な環境の変化をもたらした。とりわけ三波石橋はその影響が大きかった。まず水が流れなくなった渓谷には苔や鶴、雑草などの植物が生い茂って川床が見えなくなった。さらにこうした植生が峡谷の底を流れる川床まで広がったことでまるで 山が迫って谷が狭くなったような印象をもたらした。その上、美しさを誇った峡谷の名石は、もや苔が生えたり、土ぼこりや、のろと呼ばれる、シルトの付着によって汚れ、黒ずんでしまった。ほとんど水が失われたことで、わずかに残った水場でも、かつては生えていなかった藻が反もして、縁がよどんだりした。こうして様々な、 景観障害が引き起こされた。また、ダムによって水の流れがせき止められたことで、上流からやってくる小石や砂といった土砂の供給も止まってしまった。このことが三波石橋の地形や景観を変えることになった。巨岩、大岩が散在し、所々に縁や瀬がある峡谷では、上流から流れてきた砂利や砂礫が、岩の影や縁の周囲、あるいは川底に砂帯となって集まっていく。 これらの砂力は、耐えない川の流水によって下流へと運び去られるが、同時に上流から継続的に砂力が供給されるので、河原や川床は維持される。ところが、ダムによりこうした砂力の供給が遮断されると、大雨や洪水などの出水で砂力が下流へ流れ去った後、河原や川床が回復しない。このため三波石橋では、かつては河原を散策しながら、 警告を干渉できたのに、その河原が消失してしまった。また、川床は、従前よりも深くなった。その規模は、南石峡国内では場所によって2メートル、南石橋よりも、下流の神奈川ではところによって5メートルにも達した。これは、南石峡国の景観を書いただけでなく、神奈川の生態系にも重大な変化をもたらし、漁業関係者にも影響を及ぼした。 こうして荒廃した南石橋を昔の姿に戻すため、地元では様々な取り組みが行われた。ダム建設から30年余りを経て、流域住民の生活や財産を保全するためダムの洪水調節機能は絶対不可欠であるという意見がある一方で、洪水は河川の健全な格乱機械であるとする見解も認められるようになった。また、 想定以上の規模で進行するダム内の土砂の堆積への対応も迫られるようになった。平成13年から水環境改善事業として、強国に32年ぶりに水を流すことになった。ところが思ったほどには、南石橋の環境は改善しなかった。そこでダムに堆積する土砂対策も兼ねて、放水に合わせて土砂を流すことが検討された。ただし、 南石橋の景観を復活させるために川に土砂を流すことは、さらに下流で離水を行う様々な事業者にも影響を及ぼすことになり、利害の対立も生じる。例えば農業関係者にとっては、取水堰にたまる土砂対策のメンテナンス費用がかさむことになる。そこで、ダムの事業者、南石橋の景観復活運動を行う団体や、農業、漁業関係者、 さらには、発電事業者や川で、カヌーによる商売を営む事業者まで様々な利害、関係者が一堂に会して、下久保ダムの土砂対策から南石橋の、景観障害対策、漁業、農業振興策を一体的に議論を行った。こうして、平成15年から土砂掃流が始まった。これは、川の流れに乗った小石や砂のクレンジング効果によって、 峡谷の岩石が磨かれ、美しい緑色の岩肌を復活させる取り組みである。また同時に、深くなってしまった川床を回復する効果も期待された。これにより、南石橋は往年の姿を取り戻しつつある。ありがとうございます。